サンドイ州は、セネガル共和国に全部で十四個設置されている、第一級行政区分、リージョンの一つで、セネガル北部に位置する。面積一万九千四十四平方キロメートル。人口五十七万千八百八十五人、人口密度30.0人、四千五百五十人、50.0人。サンドイ州の北側に、隣国モーリタニアがあり、セネガル側が、 国境になっている。また、三類州全体が雨季と寒季のある反砂漠気候に属す。このような気候において、水の得られるセネガル川流域は、工作や放牧に適し、昔から人が行き来していたが、ここに国境が引かれたことによって、特に放牧圏をめぐる争いが加熱するようになった。1989年から1991年には、両国間で、 国境紛争があった。三類州内には、セネガル最大の湖、ギエコがある。三類州の西部は、大西洋に面する部分があるが、海岸線の長さはわずかである。三類州の首都は、大西洋に面した町三類である。三類州に属す第二級行政区分を示す。図三類州には、セネガルの第二級行政区分、リパルチマンが3個設置されている。 県の名称はさずに示すように、三類、ダガナ、ポドルで、この順に西から東に配列する。ありがとうございます。